松平三長は、江戸時代前期の大名、越後国高田藩主。官位は、十三位、左小の江県少将、越後守る。結城秀康の孫。徳川家康の彦、徳川秀忠の外孫にあたる。玄那元年、越前国北の小藩主、松平忠直と、二代将軍、徳川秀忠の三女、勝姫の間に生まれる。元年、江戸へき。 祖父である将軍、秀忠に初おまみした。以後の数年を、江戸屋敷にて養育される。父、忠直は、秀忠と仲が悪く、粗暴な一面もあったなどとされるが、元那9年2月に幕府により文後国に入るとされた。当主不在となった北の昭藩から、重臣の佐々地大前が江戸に派遣され、当時江戸に住んでいた戦地用3月に、越前に迎え入れた。当初、 幕府からは、島田茂次、高木正嗣らが派遣され、三つの相続の許可に対する内示があったが、その後何らかの方針転換があったのか、7月、幕府から秋本康朝、近藤修養、曽根義次、安倍正幸等が派遣され、越前の冬の気候の厳しさを理由に、千地よら母子は江戸に返されることになった。翌年4月、 江戸城に越前末平家支流書家を集めた場にて、幕府の指示により、忠直の辞定で当時越後高田藩主であった松平忠直を忠直の後の北の小藩主とすることが申し渡された。忠直は兄や戦地よの行く末を思いやって当初これを拒んだが、幕府から戦地よには別に配慮がなされるとの約束を取り付け引き受けたという話が伝わる。幕名により、 秀デ以来の筆頭画廊である、本ンダと未成及び、不正の選抜による百余4名の家臣は、福井藩の付属とされ、残りの家臣らと戦地用には、ただまの移動により愛いた越後高田に二十五万九千国が与えられ、戦地用を藩主とする越後高田藩が立藩した。福井藩の出来事に関する処分権を収録した、国事葬記によれば、ただまは、北の商入部に際し、 松平忠直九神に対して、越後への同行、北野省への出資、他家への退転は自由にさせ、約五百名の家臣のうちの百五名が忠政に出資し、大部分の家臣は三つ長に従って、越後高田半臣となった。また、老臣のうち本田日高見は大名になり、小栗美か守、る、岡島駅守、る、本田七左衛門は三つ長に同行し、大名とする幕名を断った。 本大妻森の三た田さに出資した。となり、幕府と、不正に選ばれなかった家臣が、三長の高田立藩次にその家臣となったと、推測される。越後高田城三重倉漢文5年12月、領内を地震が襲い、田畑や町が荒廃する。また、筆頭画廊の小栗正隆や小田町岩尾らの家臣150人余りが、倒壊した建物により圧死した。 豪雪の時期だったこともあり、藩内の建物が多く倒壊し、高田城にも被害が出た。また、同日深夜には、城下で火災が発生した。藩領内での死者は600人とも1500人、ともされる。藩は幕府から金5万両を借り、復興に努めた。干ばつに備えて、中井用水を整備。もともとあった、及べ川用水を拡張する形で、 遠方2年から始め、遠方6年に完成した。これにより、越後高田藩は、表高26万国だが実高は40万国弱とも、言われるべ生産量となったとされる。また、大老の坂井忠清と親しかったらしく、中世は、徳川家綱主巨後の後継将軍に皇族を迎えて、将軍を擁立しようとしたとされるが、この際に、三永長も中世に賛同したとされる。 聖母である勝姫の強い要望により、三長の娘の国姫を、福井藩の藩主の松平光通りに嫁がせるための工作を行った。婚約は成立したものの、越後高田藩の福井藩に対する過剰な干渉を危険視した幕府や、福井藩内からの防御的圧力があり、実際の婚姻は遅れた。勝姫は姉である千姫に依頼し、四大将軍、 家綱の代に至ったところで、三代将軍家光が決めた婚姻であり、つまりは家光の異名であるとして幕府に対して圧力をかけ、漢文5年にようやく正式に結婚が成立した。この時すでに両名19歳であり、当時の大半の藩主の制裁の婚姻としては、かなり遅めであった。夫婦仲は悪くなかったが、夫婦の間に男子は生まれなかった。光通りには、 小福の男児がいたが、勝姫らは、光通に圧力をかけ、国姫からの出生ではない男子には相続させないと、する気象文を書かせた。この三つながらによる圧力のため、光通りと国姫の中も、急速に悪化し、さらに三十五歳になった国姫は、漢文十一年、もはや男児を望めないことを苦にし、勝姫や三つながらの期待に添えないことを詫びて自殺した。 この自殺の原因は、普段の男子にあるとして、勝姫と三永はこの男子の命を狙ったとも伝えられる。この男子は、福井藩を出本。さらに圧力を受けた光通りは幕府に対し、公的な子ではないと届けを出さねばならなくなった。光通りは、遠方2年3月24日、初定の松平ちゃん親に家督を譲るようにとの遺書を残して自殺した。 これらはすべて三つながら母子の仕業であり、幕府の印象の悪化を招いたと推測される。越後騒動項目も参照。遠方2年1月30日、着死の綱健が42歳で没した。綱健には子がなく、三つながには他に男子がなかったため急ぎ、四次を定めねばならなくなった。重臣たちの表記の結果、 おいにあたる長見万徳丸を四つにとすることが決まり、万徳丸を養子として迎えた。ところが、この縁組の過程をめぐって、伊母帝、長見ながらや議帝にあたる家老、小栗美正かなどの重臣たちの争いが激化して、いわゆる越後騒動に発展した。長期にわたり藩内に混乱をもたらしたが、一旦は幕府により祭壇が下され、落着となった。採決の翌年、四大将軍、 徳川家綱が死去し五大将軍、徳川綱吉となった。綱吉は越後騒動に対し異例の再審議を、これもまた異例の将軍直裁にて行った。綱吉の祭壇により、遠方9年6月21日、高田藩は開益となり、三つ川は伊予国松山藩へ、綱国は貧乏国福山藩に入るされることとなり、藩白にも大量の処分者を出した。 また、親戚であり、騒動の処理に関わっていた、出雲国広瀬藩主、松平金坂へ、張馬国姫路藩主、松平直則が連座して、処分となったほか、罰格にも多数の連座を出した。天元年6月26日、改役となった三つ永は、同年7月1日に江戸を発し、8月1日に入る処分先の家を、松山に到着した。 松山藩主の松平正史家は三永を松山城三の丸に撤去させる。翌年四月、北の丸の撤去屋敷に移転させる。三永には、入る先での廃所まかない量として一万秒が与えられた。この入るに随行した家臣は四十人弱とも十一人とも言われる。これら家臣の子孫は後に津山藩が立藩された際に雇用され、不代と呼ばれた。 津国にも別に20から30人の家臣が随行している。しかし、これでは人数が足りず、三津長は松山藩を通して家臣の増員願いを出している。以上からわかるように、三津の入るは狭い座敷牢に監禁されるといった類のものではなく、数十人の家臣やその家族によって運営されていた。ただしこの入る期間中、三津お及び家臣は縦脇を禁じられた。 この撤去処分は、三つ長が江戸に移送される状況を4年末まで続いた。状況4年10月24日、江戸在府中の越前松平家一門の当主が集められ、三つ長斜面の命が伝えられた。この命の放射は11月1日、定時下を通して三つ長に伝えられ、またこれとは別に一門の出雲藩主、松平津金と山形藩主。 松平直則によって死者が立てられ、10月25日に江戸を経った死者は11月16日に松山に到着、幕府から合力米3万票が与えられることが伝えられた。11月8日には江戸や奈原に屋敷が与えられることとなった。11月25日に三長主従は松山を発して江戸へ向かい、12月15日、 江戸柳原の屋敷に到着した。同月27日には、綱国の斜面が伝えられ、綱国は翌年2月24日に、江戸柳原屋敷に入った。合力米3万病を与えられたことにより、諸行に復帰した。この復帰の際、旗本の島田守生が手続き不手際により、平門処分となっている。柳原の屋敷にては、越前家一門と幕府により、 屋敷内への人の立ち入り、家臣団の新規雇用、自社仏閣の参拝であろうとも、外出に厳しく制限が加えられた。活性についても一門の監視下に置かれ、新規の家臣団雇用に関しては、一門の綱金、直則、直秋の家臣団から採用されたものが多く見られる。元禄六年に綱国を病弱を理由に拝着する。不仲であったとも伝わる。綱国は後、 宝永5年に出家し、教法20年3月5日に74歳で死去した。綱国の子孫は、長見氏と改正し、後見正勝山藩家老の家系として存続した。綱国敗着の同年、水戸徳川家の徳川光国の終戦によって、越前松平家一門の松平直則の子、玄之助を養子とする。玄の九十年十一月に、本所に下屋敷を廃領している。 同年に三永長は隠居し、翌元六十一年正月十四日、松平長典に新しく、三正国内に十万国が与えられ、津山藩が立藩した。この際、三永長付けだった家臣の一部が長典の津山藩主となっている。また、同年九月、江戸の大火災により、柳原と本所の両屋敷を消失している。幕府からは、津山藩に対し単野京に、 代わりの屋敷と一万両が与えられたが、財政負担となった。なおこの単野京の屋敷も、法営2年に類称している。法営4年、江戸にて、93歳の当時としては、極めて長寿な生涯を終えた。三永長の死により、松平忠直以来の断刑の血筋は断絶した。この際、三万両は、養子死である信富に相続されず、幕府に戻されることとなった。 三永長に仕えていた家臣の一部は武家、あるいは名を変えるなどして津山藩に引き取られ、また、三永長の名乗りである越後守は津山藩歴代に継承された。茂月具長男の島田成り主は当時、福井藩信上京年中の諸状、二発儀中納言の遺跡を新正しの。 玉まもの越前国余計人友の交換この度も、次遺跡と、新義派創造家日指で工事年松平文庫像と、あって、完成12年に、福井松平氏に対して幕府は、福井松平家系図の修正を命じ、福井松平氏では、越前家の大数より三長を排除する作為を系図に、加えた。これにより、幕府の公式見解は、ただなおただまさとなる。 福井県史通史編3、金世一では、三永は明らかに父の遺跡を継いだと言わねばならない。細川忠都氏は、越前を国外にまかりなりと言い、秋田藩の重臣、梅津正景も、越前の枠子様、早越,越越、十五万国二次を国外の湯と言っており、当時の大名なども、そのように認識していたのであるとして、三永が一旦相続したとしているが、 いずれも、幕府の公式見解とは異なる。福井松平家系図には、関英元年公子4月15日も特命、続秀安、玉物風のうち50万国余りと記され、松平三長の高田律藩、同じく、松平忠正の福井藩相続は1624年で、あったとされる。硬貨3年福井藩の命を受けた、藩士が編纂した、福井藩歴代の書話を集めた書物。 草村の文字が示すように、藩内に伝わる、話を、大量雑多に収録してあり、福井藩主研究の一資料である。しかし正式な、藩主ではなく、例えば、徳川三河守秀康、光通りは、村正の刀で自陣ただなお会役の年を間違う、など、いわゆる講談や不確かな記述も、雑多に収録されており、すべての内容を史実と捉えることには、注意が必要。 この草むら木の記述に関しては、忠政相続時に、他の兄弟もそれぞれに越前国内に藩を成立させたが、それら諸藩に再主管した家臣らもおり、残りのすべてが高田藩に再主管したのではないという点に留意。相続騒動の際の幕府上司、島田主月具の千八8 7 0年松平氏へ、複製した。越後、信濃の旗頭を命じられ。 よりき大名としてが付属された。この召喚の際、不手際があったとして、翌1688年、旗本の島田守正が閉門処分とされた。ありがとうございます。